22の時間や33の時間はより二極性や命を尊ぶ時間にしてください。ようこそ予言天狗みはるです。今回も神様からの予言をお伝えします。2023年7月23日は不成就日、特に注意すべき時間についてお伝えしていきます。よく聞かれる質問があります。不成就日って何ですか？それがなぜ大切なんですか？そして特定の日や時間を避けなければいけない理由は何なんですか？といったあたりがよく聞かれることです。そして今回のテーマで言えば、あなたが一番知りたいことは7月23日にどうしたらよくて、その中でも不吉な注意すべき時間はいつですか、ということじゃないでしょうか。今日はこれらの質問に対する答えとして、7月23日をゆとりを持って、意図を持って迎えることができる話をします。今日の動画を最後まで見て、不成就日というネガティブな何かをしてはいけないと言われている日について真実を知り、7月23日を有意義に過ごしてください。不成就日とは、不成就日とは何かを理解してください。あなたの未来をより良くする、今あなたが目指している目的や目標に向かって進む上で、不成就日というのは大切なポイントになります。不成就日というのは昔から伝わる言い伝えで、その日に始めたらうまくいかない日、そんな日を言います。ですから当然この日には何かを始めてはいけない、だからじっとしていろというように理解されています。でもその解釈の仕方は、暦の解釈という意味ではあまりいい解釈ではありません。本当の暦上の意味は、何か取り掛かって前に進めるのではなく、その前段階を固めろという日なんです。それではなぜ特定の日が不成就日とされているんでしょうか？それは実は大宇宙のリズム、エネルギーの流れに大きく関与されています。そしてこのリズムやエネルギーの流れを理解することで、あなたの生活はよりパワフルに、より明るくすることができます。私たちが生きているこの世界は常に陰と陽両極が存在します。世の中で言われている不吉なもの、縁起の悪いもの、といったネガティブなものには、その裏には陽、明るさ、ポテンシャル、ポジティブが存在しています。それを理解することがまず大事です。一般的に言われる不吉というものを単に避けるべきものと捉えるのか、その陰の要素の裏側にある陽を引き出して、あなたの人生、未来をより良くしていくことに活用するのか、その選択は一人一人に課せられています。そういった意味で、不吉な日と言われている不成就日、7月23日を本質的に考え直してみましょう。まず質問させてください。あなたは数字から真理を見出そうとしたことってありますでしょうか？多分ほとんどの人がそんなことをしたことがあるっていう人はいないと思います。世界ではカバラの数秘術という数の意味や誕生日から運勢を読み解いていく考え方があります。それは数というものが宇宙法則で成り立っていて、数が宇宙法則を作っているという面もあるんです。そしてそれはどんな環境においても、どんな生命においても同じように厳然と存在する真理でもあるんです。それを13元律と言います。これは神道における奥義中の奥義です。13元律というのは、人、二、三、四、五、無有、七、八、九の足り、桃、地、よろず、というものです。1から13のことを言います。これ、ただの数え歌じゃないんです。先ほども言いましたが、数字がこの全ての世界を作っていて、また法則を表しています。この数字一つ一つが数玉という数に宿った魂、意味をまとい、進化変化していくのが宇宙の断りです。この世の中にあるもの全てが宇宙や天体、自然、生命の営みなど循環していて、巡り巡っています。それが人からよろずまでずっと永遠に繰り返されていて、それは宇宙にもあり、私たち一人一人にもあり、細胞にもあり、素粒子にもあるんです。そういった意味で、地球の歴史もこの13元律で動いていきますし、人類の歴史というのもそうです。個々の人生もそうだし、お腹の中の胎児もこの13元律で進化発展成長してこの世に生まれてくるんです。ですからこの物事を見る上で、その視点をインストールすることで洞察力が飛躍的に高まります。そのような思考の力を得た時に、あなたは未来を自由自在に作り出すことができる神に近づけるんです。まずはこの13元律の13の意味をお伝えしますが、一度で覚えることは難しいです。無理しなくていいです。都度都度何かのタイミングでこの動画に立ち戻って確認し、使いながら自然に覚えてもらえたら嬉しいなと思います。では13元律はこれになります。火と太極、全てが一体である。二極性、
陰と陽、身、生命、命、世、時間と空間、いつ、中心、自分軸、無有、理想、太陽、七、地球、大地、自然、や、進化する、個々の極まる、と、足りる。ここから今までは1ずつ増えていったのが10倍ずつの次元上昇を始めます。10から桃100、この意味は次元上昇する。そして次地、線、分化する、分かれる、散り散りバラバラになる。そして最終13番目、よろず、万、統合する。このように一つというところから始まって最終統合します。そしてまた巡っていくんです。ではこの13元律を使って不成就日と言われている2023年7月23日について本当はどのような日なのか紐解いていきたいと思います。2023年7月23日はカタカムナ数打歴でいうと8月7日になります。ということでまずはこの8月7日を13元律の数玉で解いてみましょう。8月7日の8、ヤーは進化発展という意味、そして7、これは地球、大地、自然、この2つをこの日は表しています。つまり8月7日である7月23日はあなたの進化発展に向け、地球の進化発展にも向け、地球や大地とつながり、自然に感謝すべき日であると読み解くことができます。そして実際に使っている数玉、これも大事ですので、グレゴリオ暦でいう7月23日も読み解きましょう。すると7は地球、大地、自然、2は二極化、陰と陽、そして身は生命という意味ですので、7月23日というのは自然とつながり、自然に感謝し、全ては二極化していく、その二極化の両方をしっかりと見つめる、陰だけでもなく陽だけでもなく両方をしっかりと理解しながら命、未来を尊ぶというような3つの視点で自分自身や今の状況を見直すべき日ということができます。そう読み解くと2023年7月23日が不成就日という進むべきではない日という意味が大きく見えてきます。不成就日というのは計画や意図が思うようにいかず進行しない日という意味ですけれども、本質は違います。本質は物事の二極化、物事の本質は二極あるということなんです。どういうことかというと、全ては上と下、前と後ろ、左右、裏と表、収縮と膨張、開く、閉じる、進む、止まる、全ては両面二極を持っている。そしてその二極はどちらもいい悪いではなく、どちらもあるんです。この両者を行き来しながら全ては進化していきます。だから前に進み続けることがいいということでもなければ、止まることが悪いということでもないんです。その日その日の惑星の配列により、地球にはエネルギーの流れが降りてきています。その流れに沿うことが宇宙自然の流れの中に身を任せ、本当に進化していく生き方だと言えるんです。ですからその日は前に進むのではなく、そのエネルギーの流れに沿い立ち止まって思考熟考をする時だということが言えるんです。そういう意味で解釈すると、7月23日の不成就日は何かをしてはいけないという解釈ではなく、立ち止まり今の現状を振り返り、滞りがないか、抜け落ちてることはないか、より良い未来に向けて計画を練り直し熟考すべき日ということなんです。ですから7月23日には進化発展という未来に向け、自然地球のつながりに感謝し、二極化する両方を見つめる、そして全ての命を尊び、未来をより良くするために今ある状況を棚卸しし、より良い進むべき方向は何なのかを見直す機会としてほしいんです。ですからむやみに進むべきではない、悪い日だから動かないというのは本質的に違う意味なんです。またこの日は泥目である22や33といった時間、この時間帯が重要な役割を果たします。調和させるという意味の22、命を尊重するという意味の33、これを強く意識しながら2時22分や22時22分、3時33分など意識してみると、いろんな流れが変わり、神様からのエッセンスが降りてきます。では今日の話をまとめましょう。不成就日というのは伝統的に始めるべきではない日とされています。しかしこれは進まずに止まっておくだけの日という意味ではなく、より一層その進む前の前段階を固め、計画を見直す日という意味なんです。ここの勘違いが解ければ今日の動画の意味があります。この世界は陰と陽、いい悪い、光と影、成功と失敗といったような二元性二極で成り立っています。私たちが直面するような困難など不吉な事象といったものも、一人一人がそれをいいとか悪いとか判断して決めています。ですから多くの人がそれ
を悪いと思えるような事象であっても、自分はそれをいいとすることも自分の自由なんです。という意味で、見えている事象をいいとか悪いとかで判断するのではなく、本質的な宇宙の真理や流れに寄り添い、その事象をニュートラルにどちらも受け止めて理解することが大事な日ということなんです。そのためにも知っておいた方がいい十三原律という神道の奥義中の奥義、1から13まで、1から万までの数の数玉、これをお伝えしました。一つ一つの数玉の意味や力を理解することで、宇宙や世界の真理を読み解き、自分の中にインストールすることができます。その視点で見た時に、2023年7月23日は不成就日と言われていますが、13原律で読み解くと、地球と自然に感謝し、生命を尊ぶ観点を持ち、自分自身や今の事象環境を見直す日という新たな解釈を得ることができました。言葉の表面からだけ見れば、不成就日というのは何やってもうまくいかない日という悪い日ですけれども、本質的には陰と陽、二極性を理解し、その調和を見つけるべき日とも言えます。そういう意味で、カタカムナ数打歴的に読み解くと、その日は進化発展のために地球大地自然につながり感謝する日で、グレゴリオ歴的に言えば、自然とつながり二極性を意識し、命を尊びながら今の現状環境を振り返り、計画を見直す日ということです。そして加えて、7月23日の22の時間や33の時間は、より二極性や命を尊ぶ時間にしてください。具体的に何かをするというよりも、2のゾロ目の時には二極があるんだな、いい悪いじゃない、両方あるんだな、ということを考えてみる時間。そして33の時間は、ああ、命があるんだ、自分も命がある、ありがたいな、というような、そんな感覚になると、この不成就日は大きく巡りが起こり始め、神様から必要な情報や気づきをダウンロードできるようになります。以上のように、7月23日は不成就日だから下手なことはしないでじっとしてようと思っていた方が多いかもしれませんが、そんなことはないということが理解できたんじゃないでしょうか。物事には陰と陽が存在します。それを一つの視点で見た時に、他のものが見えなくなってしまいます。それはあなた自身の世界を狭めることであり、あなた自身の進む道を狭め、難しくし、こける可能性を高くしていると理解してください。そんな両方を見つけられる日に7月23日をしてみてください。ということで、このチャンネルでは予言を通してより人生を前向きに生きていける動画を配信していってますので、チャンネルのフォローや高評価、コメントいただけると嬉しいです。予言天狗と LINE でつながっていただいた方には、YouTube ではお伝えしづらいことなどを配信していきますので、この動画の概要欄にある予言天狗と LINE でつながるというリンクをクリックしてみてください。今、予言天狗と友達になっていただいた方には、素晴らしい5つの特典をプレゼントしてますので、ぜひリンクをチェックしてみてください。それではまた次回動画でお会いしましょう。あなたは枝豆って茹でてませんか？もしそうしてたらもったいないです。枝豆の栄養分や旨味なんかを流してしまう形になっちゃいますから、絶対おすすめは焼き枝豆です。まず枝豆を洗ってから塩を振ってしばらく置きます。そして薄く油を引いて、この油はオリーブオイルでもごま油でもいいですが、僕はオリーブオイルを使ってます。オリーブオイルを薄く引いてから、ざっとその枝豆を入れ、まず両面に焼き色をつけます。でもこれ大量に作るときはちょっと無理なので、僕はいきなりそのまま蓋をします。そうすると枝豆の中の水分だけで十分蒸されていきますので、時々揺すったりひっくり返したりして中火で炒めるというか蒸すというか、それで大体火が通ったなっていうぐらいで、オリーブオイルを回しかけて完成です。これ手が油になっちゃうので、箸で取って食べるという感じにすればめっちゃ美味です。ぜひやってみてください。ということで、ではまた。